カルメインエレクトラ、1972年4月20日帯はアメリカ合衆国のモデル、女優、オハイオ州、シンシナディ郊外の出身、アイルランドドイツチェロキーの血を引いている。高校卒業後にカリフォルニア州に移り、そこでプリンスに出会う。彼の勧めで名前をカルメインエレクトラとし、プリンスのレコード会社と契約して、ラップグループの一員としてデビュー。 1995年頃からテレビに出始めるようになる。1996年にプレイボーイ氏に登場、人気テレビシリーズベイウォッチにも出演する。その後、映画にも出演しているが、名探偵文句や上位、ハウスなどテレビ出演が多い。プライベートでは1995年から1998年までラップグループサイプレスヒルのビーリアルと交際。 1998年には NBA で活躍したバスケットボール選手であり過激な言動でも有名なデニス・ロットマンと結婚し知名度を上げるが半年ほどで離婚した。その後、ロックバンドモトリー・クルーのドラマーで女優パメラアンダーソンの元夫であるトミー・リーと交際。2003年にミュージシャンのデーブ・ナバロと結婚したが2007年2月に離婚した。 エクササイズ DVD カルメインエレクトラのセクシーボディレッスンをプロデュースストリップの動きを取り入れたユニークなダンスエクササイズを考案し DVD では彼女自身が実演しているありがとうございます